アマーストはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の西部コネチカット川バレーのハンプシャー郡に位置する町である。2010年の国勢調査では人口37,819人であり、ハンプシャー郡では人口最大の自治体である。西マサチューセッツの5大学コンソーシアムと呼ばれるものの中でアマースト大学、ハンプシャーカレッジ、マサチューセッツ大学アマースト校の3校がある。 この地域に5大学があることが大きく貢献して、常に国内でも革新的にリベラルな地域とみなされている。アマーストとノーサンプトンのある地域は芸術と音楽の街、進歩的な考え方、権威ある大学、学生数の多さによってハッピーバレーと呼ばれている。国内の同じくアムハーストと書かれる街とは異なり、この街は H が目次になって、 AMS と,と発音され、地元では住民が政治に活動的なことに引っ掛けて、H のみが無音という言い回しがある。街の中ではアマーストセンター、ノースアマースト、サウスアマーストの地域社会が国勢調査指定地域になっている。アマーストはスプリングフィールド大都市圏に属している。 スプリングフィールド市から北東18マイルに位置し、ハートフォードスプリングフィールド知識回廊都市圏の最北にある町とみなされている。現在アマーストを構成する土地に関する最古の文書は1658年12月付で、スプリングフィールドのジョン・ピンチョンと3人のインディアンの間に交わされた土地権利上と証書,書である。3人のインディアンはアンパンクラ、クオンクオンと チックワロップとされている。この証書によれば、コネチカット側のノルートグインディアンが、200ファソムの貝殻ビーズと20ファソム、および一つの大きな8ファソムのコート、チックワロップの信頼、さらにいくつかの小さな贈り物と交換に全地域を売ったことになっている。アマーストは2009年に設立250周年を祝った。アマースト250周年祝祭委員会は、 2009年を通して街全体の活動の創造と実行を監督するために設立された。アマースト歴史協会も行事を実行しており、その中にはエリザベス・エム・シャープが表したアマーストの A から Z の出版もあった。1727年、最初の高級的イングランド人開拓者がこの地に入った時、この地と周辺地域はハドリーの町に属していた。 1734年に選挙区となり、1759年に町に昇格した。アマーストが法人化されるとき、植民地総督が初代アマースト男爵、ジェフリー・アマーストにちなんで町の名前を付けた。当時の植民地総督の多くが新しく町にしたところにその名前を付けており、それがアメリカ合衆国北東部のいくつかの町にこの名が付けられている理由である。 ジェフリー・アマーストは、フレンチ・インディアン戦争の英雄であり、伝説によれば、イギリスのために、独力でカナダを勝ち取り、北、アメリカからフランスを駆逐したことになっている。アマーストは、アメリカ独立戦争の時に、アメリカ側を支持し、イギリスのために戦うよりもその任務から辞任する道を選んだと、人民は考えている。実際には、戦中もイギリスに仕えたままであり、北、 アメリカではなく、イギリス本国で、この頃提案されていたフランスとスペインによる1779年の無敵艦隊に対して、イギリスの防御を組織化した。それでも先のフレンチ・インディアン戦争における、その功績は、ニューイングランドで人気があった。またアマーストが部下に宛てた手紙の中で、インディアンに対する戦闘において、天然痘に汚染された毛布を使用することを、 推薦したという悪評もある。その手紙には、この忌まわしい人種の絶滅に貢献できる他の手段とともにと記されていた。このために、時として町の名前を変えようという提案された新しい名前には、詩人エミリー・ディキンソンにちなむエミリーもあった。アメリカ独立戦争も終わった1786年、故郷に帰ってきた多くの兵士は、戦争中に、 事業やその資産の運営に関われなかったために、負債を背負っていることが分かった。農夫は、税金や負債を払うことができず、その資産や家畜を裁判所に押収された。独立戦争で大尉に昇進していた、ペラムの住人ダニエル・シェーズが、シェーズの反乱を起こした。これは1787年5月17日に、始まったフィラデルフィア憲法制定会議に強い。 推進力を与えることになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は27.8平方マイルであり、この内陸地27.7平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.14%である。西はハドリー、北はサンダーランドトレバレット、東はシューツベリー、ペラム、ベルチャータウン、南は グランビーとサウスハドリーの各町に接している。町内の最高地点はノーアタック3の他方である。この峰はグランビーにあるが町内の最高地点はその数ヤード離れたところにあり、標高は約1100フィートである。州の北側宗教と南側宗教のほぼ中間にある。町の対話型地図はタウン・オブ・アム・ハースト GIS を参照。マサチューセッツ大学。 南東を望む以下は2008年の国勢調査による人口推計データである。2010年のアメリカンコミュニティサーベイによる5年間推計によると、自家、借家を含め家屋あたり収入の中央値は5万63ベイドルとなっていた。自家所有者の収入中央値は10万208ベイドルであり、借家の場合は2万3925ベイドルだった。 町内の借家に入っているのは主に学生なので、この二つの値の大きな差が高い貧困率と低い収入中央値を説明している。25歳以上の住民の中で41.7%は大学卒以上の学歴であり、高校を卒業していないものはわずか4.9%に過ぎなかった。町内の産業では教育、医療、社会サービスの比率が高く、 合わせて労働力の51.9%を雇用している。上記の統計データには数多い学生の数字がすべて入っているわけではない。2010年時点の学生数は約3万人おり、その多くは年間の一部を街で過ごしているだけである。マサチューセッツ大学アマースト校、アマースト大学、ハンプシャーカレッジに関する一定時期及び全期間居住者が多く、学生の多くは 町のリベラルな政治に関わっている。町役場リットル消防署はマースとの調整は、市長、市政委員会方式や市政委員会、マネジャー方式の採用に移行していないことで、その大きさに比較すると州内でも数少ない町の一つである。その代わりに、伝統的なタウンミーティングと選別者委員会の方式を維持しているが、特殊な州法によってタウンミーティングを 町内の選挙区から選ばれた代表で開催しているというのが重要な修正点である。さらに選別者委員会は町マネージャーを雇用し町の運営に関する日々の管理を行わせている。近年254人の代表によるタウンミーティングを廃止し直接選挙で選ばれた一人の市長と九人で構成される調整委員会を備える新しい条件書を制定する動きがあった。 しかしこの検証は2003年春に14票差で、さらに2005年3月29日には252票差で、否決された。アマースト保存委員会は、1日の大半で、地元保存地域に犬を放すことを禁じている。この決定は、委員のいくらかの反対があったが執行された。地元自治体政府とご大学によって設立された、パイオニアバレー交通局が、 地域の公共交通を担当しており、学校の授業がある期間は週末でも早朝から運行されている。アマーストの乗車賃はメンバーとなる教育機関が前払いしている。学生と職員はどのバスに乗るときもその身分証を提示するだけでよい。旅客鉄道はアムトラックのアマースト駅からワシントン DC とバーモント終戦とオールバンズを結ぶバーモンター列車を利用できる。 ニューヨーク市とワシントン DC にはスプリングフィールドから便数が多く出ている。航空の国内及び国際便を利用できる最も近い空港はコネチカット州ウィンザーロックスにあるブラッドレイ国際空港である。アマーストからは車で1時間の距離にある。国際便の主要路線は90マイル離れたボストンのローガン国際空港から利用できる。一般用途航空には ノース・アンプトン空港、ウェスト・オーバー都市圏空港、ターナーズ・フォールズ空港が近い。エミリー・ディキンソンの家県博物館、マサチューセッツ大学アマースト校、キャンパス、左は、デュボイスト書館。ありがとうございます。